イムレー・ディベイラは1938年から1939年にかけてのハンガリー王国首相。ブダペストのカトリック家庭に生まれる。法学を治めた後、ハンガリー王蔵省に採用される。職務を通じて、経済学と金融に関する知識を深め、1928年には、ハンガリー国立銀行財務部長に着任する。1932年、 ファシストのゲンベシュズラ首相の下で大倉大臣を拝命する。1935年には辞任し、国立銀行総裁の地位を得た。イムレーディは非常に野心的であったほか、社会問題については右翼的な見解を有していたことで知られている。外交については、KLMN ダーラに内閣時に経済連携大臣のポスト就任を援助してもらった、恩義から親鋭の立場を取った。 1938年5月に、ダーラニが辞任すると、セッション・ホルティミ・クローシュから首相に任命される。イギリスとの関係を重視する彼の姿勢は当初、ドイツ及びイタリアの不況を買った。イムレーディは、長期的に見て、これらファシスト諸国を敵に回すことは、不可能であると考え、1938年の秋からは、ドイツ・イタリアとの関係を重視する方向に転換した。 国内においては、ハンガリー人の生命運動を立ち上げていた、右派勢力を自らの権力基盤にしようと試みた。イムレーディは、権謀術数に長けており、自らの地位を脅かすライバルは、徹底的に弾圧した。同時代の有力なファシストであるサーラシ・フェレンツも、イムレーディの攻撃に悩まされている。イムレーディは在任中次第に受け化し、政府の全体主義改革を主張し始めた。 この改革は報道の自由を抑圧し、多くのユダヤ人を経済的に苦しめるものであった。裁かれるイムレーディ、ベーラ、ブダペスト人民法廷にて1939年2月、イムレーディの政敵は、イムレーディの曽祖,祖父が、ユダヤ人であったことを示す証拠を、摂政ホルティにて渡した。ホルティは、早速、イムレーディを呼び出して、証拠を突きつけたが、 イムレーディは反論することができなかった。13日、イムレーディは首相職の返上を余儀なくされた。1940年まで陸軍に勤務した後、10月にはファシスト、反ユダヤ政党のハンガリー再政党を設立した。1944年にドイツ軍がハンガリーを占領した際、イムレーディは中ハンガリー大使、エトムント・フェーゼンマイヤーによって、 ドイツ傀儡政権の首相第一候補に挙げられた。ホルティはドイツの提案を完全に拒否できる立場にはなかったが、かろうじてイムレーディではなくストーヤイ,イデメを公認の首相とした。イムレーディには5月中にストーヤイ,イ内閣の経済連携大臣の地位が与えられたが、8月には辞任を強いられた。ドイツ軍がハンガリーから撤退するとイムレーディは逮捕され、 1945年11月には人民法廷にかけられた。1946年、ナチスドイツとの協力及び戦争犯罪によって有罪判決を受け、マルコ刑務所の中庭に置かれた仮想場で処刑された。去年54であった。ありがとうございます。